こんにちは、小原先生です。今回はリンゴ病についてお話します。今回の動画を見るとリンゴ病がどんな病気でどんな対応が必要か短時間で理解ができると思います。このチャンネルは子どもの病気などについて小児科医が解説しています。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは本編スタート。小原さんがチャンネル。リンゴ病について2つに分けて解説します。1. リンゴ病とは。 2. 妊婦さんとリンゴ病。今回はこの順番で話をしていきます。リンゴ病は伝染性紅斑という病気です。6歳から12歳程度の小学生で認めることが多く、1年を通して流行が見られます。まず感染後、発熱、筋肉痛、咳、鼻水、下痢、嘔吐など多彩な症状を認めます。その後両頬がリンゴのように真っ赤になり、網がかったような赤いブツブツが両腕から首に広がってきます。この湿疹は1週間程度で消えます。実はこのブツブツが出た時には感染してから10日間は経っていて、ほぼ感染力が低下しています。ですのでブツブツによって診断される感染症ではあるのですが、ブツブツが出た時には感染力がほぼないので、元気であれば激しい運動を避けるようにして登園登校することは可能です。感染は飛沫感染や接触感染なので、手洗いマスクなどで感染予防してください。潜伏期間は約1週間と言われています。リンゴ病の原因はパルボウイルス B19 というウイルス感染症が原因です。実はこのパルボウイルス B19 は厄介なウイルスなんです。まずパルボウイルス B19 には特異的なワクチンや治療薬がありません。そして赤血球の遺伝性疾患として知られる遺伝性球状赤血球症やサラセミア、自己免疫性溶血性貧血などがある方にはパルボウイルス B19 が感染すると急激に貧血となるアクラスティッククライシスという状態に陥ることがあります。この場合入院が必須で、特別な治療や場合によっては輸血などが必要となります。さらに大人などが感染すると関節炎を起こすこともあります。さて次に妊婦さんとリンゴ病についてお話します。まず診断がつきにくいリンゴ病ですが、妊娠可能年齢女性では約半数がかかったことがあると知られています。かかったことのない妊婦さんのご家族の同居人が感染すると、このうち約半数が感染すると言われています。そして妊婦さんが感染するとその 20-30% の胎児がパルボウイルスに感染すると知られています。感染しても胎児が皆具合が悪くなるわけではなく、その約 3% が貧血や胎児水腫といった病気になると知られているわけです。特に妊娠20週未満の感染では 15% 程度流産や胎児死亡となるため非常に注意が必要です。一方で妊娠20週以降では流産は 0.5% 程度と確率がぐっと下がります。ぐだぐだ話しましたが、つまり大切なことは4つです。妊娠中に母体がパルボウイルスに感染しても胎児感染が生じるのは 20% 程度であるということ、胎児水腫に進行するのは 3% 程度であること、感染成立の時期から8週を過ぎればほぼ胎児水腫にはならないこと、妊娠20週以降の胎児感染では胎児への影響はほとんどないこと、リンゴ病が厄介であるのは診断がつくのが非常に遅いことです。妊婦のご家族がリンゴ病になった場合には焦らず産婦人科にご相談してみてくださいね。お母さんの血液検査や胎児の超音波などで評価することが多いと思います。さて今回のまとめです。よければ高評価ボタン、チャンネル登録、リクエスト、コメントお願いします。バイバイ。